こんにちは、本邦なななです。今日なんですけど、 SM の女王様のコスプレを着ていきたいと思います。真っ黒の、あの鞭でこう叩く人のことですね。女王様になっていきたいと思います。まず着てる下着を脱いで紹介したいと思います。ではスタート。今日履いてるパンツはこちらです。薄いパープルのパンツになってます。下がちょっとリボンがアクセントな感じで可愛いです。じゃあ上も脱いでいきたいと思います。上も脱げました。こんな感じで、ノーマイヤーのブラなんですけど、結構あの漏れる、しっかりとした感じですごい漏れます。女王様のコスプレに着替えていきたいと思います。結構ハードなんですけど、エナメル素材のこんな感じのコスプレを着ていきたいと思います。どうやって着ればいいかな、ちょっと頑張ります。先にパンツを履きたいと思います。怖い。結構すごいですね、これ。だいぶやばい、やばいね。下が、ちょっとこれモザイクかけなきゃかもしれない。パンツがやばいですね、これ。いや、ちょっとパンツ緩すぎますね、これ。大丈夫かな？これで合ってるのかな？結構緩いですね、この周り。こんな感じ。大丈夫かな？ちょっと、下がだいぶやばいですね。はい、こんな感じで、ちょっとかっこいい女王様に着替えてみました。どうでしょう？大丈夫かな？いや、ちょっとドキドキでしたね、今日の着替えは。いかがでしたでしょうか？よかったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。